9月23日リリースの新アルバム、ノー・1イチを記念して、彼らの魅力を徹底解剖。ナンバー・アンダーライン・アイ、透明になりたい歌詞の意味を徹底解説。平野翔の夢とは、ナンバー・アンダーライン・アイのデビュー以来、平野翔、ガン・ユータ、神宮寺ン太ユータという3人のメンバーは、独自の存在感と魅力を放ってきました。彼らがなぜこれほど多くの人々に愛され、注目され続けるのか、 その理由はは一言で語ることは難しいしかし、音楽性、パフォーマンス、そして個々のキャラクターが組み合わさることで、彼らの特別なバランスが生まれていることは間違いありません。ナンンバーアンダーアダライン愛の新アルバム、ノー o 1のリリースが迫る中、彼らのこれまでの歩みや新たな挑戦、そしてそのバランスの絶妙さを深く掘り下げていきます。まず、平野翔の存在感は圧倒的です。 彼のパフォーマンスには、観客を引き込む力があり、その想像力やアイデアはグループ全体に大きな影響を与えています。彼は常に先を見据え、音楽だけでなくビジュアルやブランディングまでも考慮していると言われています。これは、彼がリーダーシップを発揮し、ナンバーアンダーライン愛の方向性を決定づける役割を果たしている証拠でもあります。例えば、彼が手がけたソロ曲、透明になりたいは、 彼自身の夢を題材にしたもので、個々の体験を楽曲に昇華させるという独自のアプローチを持っています。彼のこうした姿勢が、ファンだけでなく、音楽業界内でも高く評価されている理由の一つです。一方で、岸優太の役割も非常に重要です。彼のラップスキルは、壮大な魅力を持ち、ピコリやモンジョエのようなプロデューサーたちも驚きを隠せないほどです。彼のラップは、 単なる歌詞の読み上げではなく、リズム感や独自の表現が加わり、非常に個性的なものになっています。彼はガイドとして用意されたリズムや歌唱スタイルを自分の中で変換し、全く新しい形で表現することができるのです。このような才能は、彼のダンスや歌唱力と相まって、ナンバーアンダーライン愛の楽曲に一層の深みを与えています。騎士のフリーキーなラップスタイルは、ゴートや、 INZM などの楽曲で際立っており、多くのファンがその独特な表現に魅了されています。神宮寺勇太は、平野と騎士の間でバランスを取る存在として非常に重要です。彼は二人の意見やアイデアを吸収し、冷静にそれを整理してグループ全体の方向性を導く役割を担っています。ピコリも彼を、三人のまとめ役として評価しており、制作現場でもその役割を果たしていることがわかります。 彼の広い視野と客観的な判断力が、ナンバー・アンダーライン愛が一貫して高品質な作品を生み出す基盤となっています。彼は常に自分の役割を果たしつつも、クリエイティブな精神を持ち続けており、そのバランス感覚はナンバー・アンダーライン愛の成長に欠かせないものとなっています。ナンバー・アンダーライン愛の3人のバランスは、ただの音楽ユニットの枠を超えて、彼らのパーソナリティや人間関係にも大きく影響しています。 平野が持つ創造力、騎士の独自性、そして神宮寺の調整力が相まって、グループ全体が調和し、新しい音楽的挑戦に挑むことができています。彼らはお互いを補完し合い、欠けた部分を埋めることで、個々の才能が最大限に発揮される環境を作り出しています。ファンはこのバランスを感じ取り、彼らの成長を楽しみにしています。また、 平野のリーダーシップとクリエイティブな視点が特に注目されています。彼は楽曲制作だけでなく、ナンバーアンダーライン愛全体のビジュアルやメッセージ性にも深く関与しており、その才能は彼が見た夢や日常の小さなインスピレーションから生まれることが多いです。彼の独自のアプローチは、他のメンバーにも影響を与え、グループ全体がクリエイティブな方向へ進む原動力となっています。騎士のラップスタイルもまた、 グループの音楽に新しいい風を吹き込んでいます。彼の歌声は多様で、楽曲によって異なる表現を見せることができるため、ファンは常に新鮮な驚きを感じています。彼のラップは単なる音楽的な要素ではなく、彼自身の個性や感情を表現する手段となっており、その表現力は日に日に進化しています。特に、ゴートでは、彼のラップパートが大きな話題となり、 彼の新しい一面を見たファンから高い評価を受けました。神宮寺はその冷静な視点で、平野と騎士の間で調整役を果たしています。彼の存在によって、グループ内での意見の衝突が回避され、全体として一貫性のある作品が作り上げられるのです。彼は自身の意見を押し付けることなく、他のメンバーの意見を尊重しつつ、自分なりの視点を提供することで、グループ全体のバランスを保っています。 さらに、ナンバーアンダーライン愛の音楽的進化は、彼ら自身の個々の成長とも密接に関連しています。彼らは常に新しい挑戦を追求し、それぞれの個性を磨きながら、より洗練された音楽を作り上げています。ファンはこの成長を見守りながら、彼らの次の作品に対する期待を高めています。9月23日にリリースされる、脳一は、その集大成とも言えるものであり、 多くのファンが待ち望んででいる作品です彼らの楽曲にはただのエンターテインメント以上のものがあります。それは彼ら自身の経験や感情が詰まったリアルな物語です。平野の夢から生まれた透明になりたいはその典型であり、彼らがどのようにして自身の内面を音楽に反映させているのかが垣間見えます。彼らの音楽はファンとの強い結びつきを生み出し、共感を呼び起こします。 また、彼らのパフォーマンスも非常に注目されています。特に騎士のダンスや表現力は、その技術の高さと独自のスタイルで多くのファンを魅了しています。彼の動きは緻密でありながらも、感情が込められており、一つ一つの動作に意味が込められています。神宮寺もまた、ダンスにおいてもグループの調整役として機能しており、彼の冷静な判断力がグループ全体のパフォーマンスに大きく影響しています。 彼らの魅力は、音楽やパフォーマンスだけでなく、ファンとの関係性にも現れています。彼らは常にファンを大切にし、SNS やイベントを通じてファンとの絆を深めています。彼らの誠実な姿勢や感謝の気持ちは、ファンにとって非常に大きな意味を持ち、彼らを応援し続ける理由の一つとなっています。平野、騎士、神宮寺の三人は、それぞれが異なる強みを持ちながらも、 お互いを尊重し合い、協力して新しい音楽を作り出しています。最後に、ナンバー・アンダーライン愛の未来について考えるとき、彼らのバランスと想像力がどのように進化していくのかが楽しみです。彼らはすでに日本の音楽シーンで確固たる地位を築いていますが、これからも新しい挑戦を続け、さらなる高みを目指していくことでしょう。これからのナンバー・アンダーライン愛の進化は、 彼らが持つ創造性と多様性がどのように形作られていくかにかかっています。彼らはそれぞれが独自の視点を持ちながらも、共同作業の中で調和を生み出すことができるケウなグループです。例えば、平野の持つ芸術的感覚とビジョンは、彼の表現力だけでなく、音楽やビジュアル、舞台演出に至るまで幅広く活かされています。その一方で、騎士のエネルギッシュなラップと大胆なパフォーマンスは、 グループにエッジを利かせる重要な要素となっています。神宮寺の冷静さと分析力は、彼らのアイデアを形にするプロセスで欠かせないものであり、彼の役割がグループの安定性を支えているといえます。n o チというアルバムは、彼らのキャリアにおける重要なマイルストーンであり、ここから彼らがどのような道を歩んでいくのかは大いに期待されます。新しい音楽的な挑戦を続けながらも、彼らは自分たちの個性を大切にし、 それをどのように進化させていくかに注力しています。彼らが音楽を通じて伝えたいメッセージやストーリーは、ますます深みを増し、多くの人々の共感を呼ぶことでしょう。また、ナンバーアンダーライン愛は単なる音楽ユニットとしての枠を超えて、カルチャーやファッションにも影響を与える存在となっています。平野の独自のファッションセンスやビジュアルへのこだわりは、ファッション誌や広告業界からも注目を集めており、 彼自身が新しいトレンドを生み出す可能性を秘めています。騎士のスタイルもまた彼の個性を象徴するものであり、ファンだけでなく業界関係者からも支持を集めています。彼らがファッションやアートシーンにどのように関わっていくのかも今後の注目ポイントとなるでしょう。一方で彼らがグローバルにどのように展開していくのかも気になるところです。彼らの音楽はすでに日本国内だけでなく、 海外のファンからも注目されており、その影響力はますます広がっています。SNS を通じて国境を越えたコミュニケーションが可能な時代において、ナンバーアンダーライン愛の音楽がどのように世界中のリスナーに届くのか、そして彼らが国際的な舞台でどのような成功を収めるのかが期待されます。英語の歌詞や海外アーティストとのコラボレーションなど、さらなるグローバル展開が進む可能性も考えられます。